プレイヤーは、スポーツ、特に球技において、一人で、いくつものポジションをこなす選手を指す言葉である。サッカーにおいては、ポリバレントという表現を使う場合もあるが、ポリバレントは、本来、科学で多価を意味するが、イビチャオシムが、代表選手の選考基準に用いたことで、認知されるようになったもので、一般的な表現ではない。レギュラー選手の故障や、 長期連戦途中の休養による穴を埋める役目を果たすことができるため重宝される。野球では主にバッテリー以外の複数ポジションを守ることができる選手を指す傾向にある。日本では内外野問わず2つ以上のポジションを守れる選手を指すことが多いが、MLB では内野手と外野手の両方を守ることができる選手を指す。内野のみで複数のポジションを守れる選手は、 ユーティリティンフィールダーと呼ばれ、ユーティリティープレイヤーとは分けられて表記されている。NPB 現役選手などが該当。ここに挙げた選手の多くは、守備固めで出場することが多いが、栗原、殿崎、鈴木など、打力のある選手は、複数のポジションで併用されながら、レギュラーとして起用されている。特に鈴木は異なるポジションで、ベストナインサンドゴールデングラブ賞2度受賞している。 歴代選手日本プロ野球では、これまでに高橋、五十嵐の2名が投手を含めた9ポジションでの出場を達成している。過去のプロ野球では、投手と野手を兼任する選手も少なくなく、投手でノーヒットノーランを達成し、野手でも首位打者を達成して、野球殿堂入りを果たした西沢道夫、小正幸、投手と外野手の両方で、オールスターゲームファン投票選出された。 関根淳造、規定投球回に到達した投手が後年外野手に転向し、規定打席に到達した畠山人志などの例がある。現在では、大谷翔平が投手と野手を兼任している。なお、投手と野手を掛け持ちする選手は、二刀流と呼ばれる傾向にある。また、ユーティリティープレイヤーとは異なるが、落合博光、小久保祐希、立浪和義らは、 チーム事情や年齢に合わせて守備位置を変更し複数ポジションでベストナインを受賞した。メジャーリーグではユーティリティプレイヤーでありながら試合ごとに守備位置を変えながらレギュラーとして活躍する選手が少なくない。日本プロ野球に比べて移籍やマイナーリーグへの降格レギュラー選手の休養などでチームのメンバーが大きく変わってしまうことが多いこと。 あるいは打者よりもリリーフ投手にベンチ入りの枠を多く割り当てることが少なくない。メジャーリーグにおいては日本以上に重宝される傾向が強い。バスケットボールにおいては試合中に複数のポジションを行き来する選手を示す用語としてトゥイナー、あるいはユーティリティープレイヤーがあり、コンボガードスウィングマンポイントフォワードフォワードセンターなどカバーするポジションによって呼び名がある。 ありがとうございます。